子供の頃音楽が好きでピアノを始めるも、学費以外にお金を使える金銭的余裕はなく、時にはリサイクルショップで買ってきたジャンク品の電子ピアノで日々練習していました。何度か挫折しそうになることもありましたが、続けていてよかったと思えることもありました。10年以上続けた結果、今年は全国ツアーを開催することになりました。だがしかし、最近ピアノがうまく弾けないことがある気がする。ヨミと申します。突然なんですけど、皆さん大事なスポーツの試合や受験を前にしてスランプに陥ったことはないですか？僕は今スランプにもしかしたら陥りかけているかもしれません。というのも普通スランプの原因って心理的なもので、自分は今スランプかもとか考え出すと、それが負の連鎖になってどんどん悪化していくじゃないですか。僕はピアニストなんですけど、最近僕はピアノを弾いていて思うように演奏できないことがあります。これはまずいんじゃないかと。僕も今全国ツアーを間近に控えているから、そのプレッシャーなのかとか、もしやこれはスランプなのかとか、しばらく思い悩んでいました。そしたら、昔弾けてた曲は弾けるので、演奏スキル自体が急に落ちたというわけではないみたいなんですけど、でも全国ツアー前にこの精神状態はやばいなと思ってたんですけど、これが仕事仲間に相談したら一発で解決したんですよね。結論から言うと、これ全くスランプじゃなかったんですよね。今自分はスランプかもと思って悩んでる、そういった方にも聞いてもらえたらと思い、急遽動画を撮影しています。なぜ自分がピアノを弾けなくなったように感じたか考えてみると、作曲スキルが関係していて、まず作曲スキルって年を重ねるごとにどんどん上がっていくんですよね。じゃあその作曲スキルって何かということなんですけれど、今簡単に既存曲をアレンジすることを考えてみます。有名な曲のメロディーだとキラキラ星とか、こういうメロディーがあったとして、ここに装飾音を足すとします。例えばこうとか、こうとか、もちろんむやみやたらと足せばいいというわけではなく、演奏効果を考えながら足していく必要はあります。まずはむやみにアレンジを足したものがこちらです。これよりも演奏効果を考えてアレンジを足したもの、こちらの方が綺麗に聞こえますよね。もう少し曲の難度を上げて、ショパンの幻想即興曲、ショパンが幻想即興曲をどうやって作ったのか考えてみます。当時の音楽はメロディには和音の構成音から外れた音をあまり使えませんでした。なので僕の考えでは、幻想即興曲は最初に和音の進行が骨格としてあって、そこにショパンはメロディを生み出すフィルターみたいなものを適用してメロディを生成したと思うんです。こんな風な和音進行を最初に思いついて、そしてある意味先ほどの装飾音的にそこの和音に対してメロディを生み出していった。今鳴っているのが有名な幻想即興曲のメロディ原曲ですね。僕が同じ和音の進行でメロディをアレンジするなら、例えばこうとかですかね。スマホで例えるなら、僕の中では既存曲のアレンジというのは、スマホの写真アプリのフィルターみたいに、元の撮影した写真に対してモノクロのフィルターとか明るめのフィルターとか、そういうのを幾重にも適用していくイメージみたいなところがありますね。作曲スキルが上がるイコール使えるフィルターが増えてくるという感じです。他の人の演奏を聞いていて、あ、こういうフィルターがあるのかと学ぶこともあります。そうやって毎年新しいフィルターがどんどん自分の中に蓄積されていく感じですかね。ここで問題になってくるのが、そうすると演奏中にここにあのフィルターを適用したいとか、ここにあれを持ってきたら合うんじゃないかって感じで、たくさんのフィルターをリアルタイムに適用したくなってしまうんです。スマホのスペックが低いとフィルターの重ね掛けに時間がかかることがあるかと思いますが、あんな状態になってリアルタイムにやるには処理オーバーになるわけです。僕が思うように弾けなくなったと思った正体って、作曲スキルが年齢とともに上がった結果、自分の演奏能力を上回ったからなのでは、という意見を仕事仲間からもらいました。確かにリアルタイムに本気でアレンジしてしまうと、そのアレンジを考えながら同時に演奏するっていう部分で困難になってしまう。なるほどなと思いましたね。その人演奏家じゃないのに、なんかそういう目線の意見をね、言ってきたりするんですよね。時にはここは下手とか、結構きつい意見もオブラートに包まず言ってくるタイプなんですが、個性的な意見の持ち主なので、なんか僕の尊敬してる人の一人です。あまりこういった YouTube などには出たがらない方なんですけれど、今後その方を紹介できる機会があれば、ぜひ出ていただこうと、あの時はありがとうございましたということでね、出ていただこうと思います。スランプかと本気で焦燥感に駆られて、半ば狂ったように今一度猛練習するきっかけになったので、結果的には良かったんじゃないかなという部分はあったんですが、と
ということで、本当はスランプでも何でもないのに自分は今スランプなのかなと思い悩むことで本当にスランプに陥るところだったという話でした。まあ、僕はたまたまピアノだったんですけれど、別のことにも当てはまるかなと。皆さんもスランプに陥った時は誰かにアドバイスをもらったりして視点を変えて見てみると、意外とそれはスランプじゃなかったということが判明するかもしれないですね。それで動画の冒頭でも言いました通り、僕は今月からゼップツアーをこちらのスケジュールでやることになっているのですが、このツアーでは僕の本気の演奏をお客さんに聞いていただければと思ってます。つまり既存曲に関しては本気のアレンジを行いたいので、先ほどの説明にあるような理由によりぶっつけ本番というわけにはいかず、事前に念入りに頭の中で楽譜を組み立て、その組み立てた楽譜を完璧に弾けるようにピアノの練習をしています。さらにソロ演奏の他に、人間には演奏不可能なアレンジを行いたい時には自動演奏ピアノを使って自分の演奏をもう一人分用意して、その演奏との合奏を行います。以前 Twitter で投稿した動画が1万リツイートを超えて結構バズったんですけど、こんな感じの合奏ですね。これめちゃくちゃ楽しみです。ピアノアレンジの練習とそのデータなども作成しているんですが、これらが思いのほか時間がかかります。時給だけで言うと YouTube の動画を作っている方がいいのではないかと仕事仲間からは言われました。そうかもしれませんが、ライブでは僕の本気の演奏を聴いていただければと思いまして、ツアーは財産度外視でやっています。ですがそのこともあって、来年以降も同じようにコンサートツアーが開催できるかは正直今の段階では何とも言えません。自分の中でも揺らいでいます。大きなツアーはこれが最後になるかもしれない、そういった可能性もなくはないので、今回、都合のつく方で興味のある方はぜひいらしていただけたら嬉しいです。チケット予約残りわずかとなっております。よろしくお願いします。概要欄にリンクの方を貼っておきます。せっかくなので今回の練習風景を少し紹介させていただきます。はい、こちらなんかピアノの鍵盤が勝手に沈みつつ、それとは別の鍵盤を僕も演奏しているという感じなんですけれど、自動演奏ピアノと合奏用のクラシック風オリジナル曲を作りました。この曲も今回のライブで演奏します。自動演奏と合奏でテンポ変化を仕込む場合は、人間側が自動演奏側にテンポを合わせるんですが、こんな感じでわずかにテンポアップしたり、別コーナーの AI ピアノとの合奏では人間が自由にテンポを変えても自動演奏側が人間の挙動に合わせてついてきたりするんですよね。こちらご覧ください。長い休符の後、人間が好きなタイミングで弾き始めるとぴったり揃った。最先端の AI すごいですね。しかし AI が読み取るはずの楽譜を人間が間違えたりすると、もちろん演奏は途中で破綻してしまいます。 AI が覚えている楽譜を覚えて合奏します。現状 AI 合奏において大きな難点がもう一つあって、打鍵の強さによって AI 側の鍵盤の沈む速度が変わるので、その速度によって音が出るまでに若干の遅れが発生することがあり、強弱が激しいメロディーはリズムが不安定になってしまう仕様があるんですよね。 AI 側もこれを直そうとしてきますが、合奏のクオリティを高めるためには人間側も臨機応変に対応していく必要がある。この辺も難しいですが非常に楽しみです。ということで、ソロ演奏のほか自動演奏ピアノを使った自動演奏×人間、 AI×人間の2種類の合奏、それ以外にも様々なコーナーがあります。ご視聴ありがとうございました。